はクラ,ップトヨラクタイカップこんにちはチョンラクタイトヨでございます今年もロイ・クラトンの季節がやってまいりましたロイ・クラトンの日というのは毎年旧暦12月の満月の日で今年は11月の15日がその日に当たりますこのロイ・クラトンのあたりにタイに旅行される方も多いかと思いますので今回この動画ではタイ各地で行われる ローイクラトンに関するイベントについて紹介をしたいと思いますでは最初にローイクラトンについて簡単に紹介をしたいと思いますローイクラトンというのはローイというのは流す流れるという意味の単語でございますクラトンというのは日本では、えー、灯籠とかランタンとか呼ばれていますが、えー、この土台がバナナの葉っぱでできています、えー、その灯籠をですね 水に流すということで、ローイクラトンと呼ばれております。このローイクラトンは古くからタイで行われている行事ですが、タイのほぼ全土及びタイの多くの国民が関わっているということで、4月に行われるソンクランと並んでタイを代表する伝統行事です。ただし、 ソンクランは、ソンクランの水かけに参加する外国人というのはあまりいませんが、というかほとんどいませんが、こちらのロイクラトンの方は、ロイクラトンの会場に来ますと、多くのタイ人に混ざって外国人も見ることができますし、中には日本人の顔もえちらほら見ることができます。ということで、このロイクラトン、外国人にとって最も馴染みの深いタイの伝統行事と言えるかもしれません。 続いて、ローイクラトンの仕方について紹介いたしますローイクラトンをするためには、当然流すためのクラトンをまず最初に入手する必要がございますローイクラトンできる会場の近くに行きますと大抵は多くのクラトンを売る屋台が並んでいることかと思います金額は安いものでは20バーツから高いものでは何百バーツというものもあります その多くのクラトンの中から自分が気に入ったものを1つ選んで購入してください。このクラトン、料金本当に安いものですが、例えば外国人がうろうろしているような街の中だとかは、結構何百バーツも取って売ってたりします。また、バンコクなどの都会なども田舎に比べると料金が高めなのではないかと思います。自分の気に入った クラトンを見つけましたらそのクラトンの真ん中に立っているろうそくに火をつけましょう。喫煙者以外火をつけると言ってもライターなど持ち合わせてないかと思いますがクラトンを売っている屋台にいえばライターを貸してくれるはずです。そのクラトンの真ん中に立っているろうそくに火をつけたらそのクラトンを持ってクラトンを流す水辺に向かいます。水辺に座って クラトンをを頭の前に掲げお祈りをしますそしてお祈りをした後そのクラトンを水に流すこれだけの簡単なことでございますロイクラトンの会場近くになると本当にたくさんの種類のクラトンを売っています値段が高ければいいというものでもないのでその中から自分が気に入ったものを選んでいただければ結構ですでは本題の ロイイクラトトンンにに関するイベントの紹介に移りたいいと思いま,すまず最初に、すでに始まっているイベントが一つございます。これは正確にはクラトンを流さないので、ロイクラトンとは言えないかもしれませんが、由来としてはロイクラトンと同じものとされています。えそれは、ランプーンのワット・プラターとハリプンチャイで行われています、コームセン・ドゥアンでございます。えこちら、約10万個のランタンを、 えー、お寺に奉納して飾るというもので大変きれいなものでございます私も先週このワット・プラタートハリプンチャイに行ってまいりましたがこのお寺を訪れてランタンを奉納しているタイ人をたくさん見ることができましたまたこのランプーンでは今週来週の金土日17時から21時まで定車官カオ・ウンチン等という イベントが開催されていますこれはうんちんとうという料理ですね。私も食べたことがないんですが、え肉を揚げたものでえ牛、豚、鶏、いろいろ各種あるそうですが、えその料理に関するイベントということでございます。えこの金、土、日、夕方からえ17時から21時まで、インターヨンヨット通りで行われていますので、このランプンの ワットプラタートハリプンチャイを訪れた方、一緒にこちらのイベントにも顔を出してみてはいかがでしょうか。では、まずタイ北部から紹介いたします。最初にチェンマイでございます。チェンマイでは有名なイーペン祭りが開催されています。開催時期、11月の13から17と書かれているものもあるのですが、先日11月5日にチェンマイ県知事 もえー、参加してのこのイーペン祭りの、えー、紹介のイベントというんですかねそういうものが開催されました、えー、その際には11月14から17と、えー、書かれていましたのでこの14から17というのが今年の正式な開催時期かと思います、えー、今年は国王陛下が72歳というねちょうど霧のいい年ということで いつもよりも盛大にこのイーペン祭りも行われるようでございます。開催場所はターペイ門から東に伸びますターペイ通りですね。ここに光のアーチなどを並べてパレードなども開催をされます。他にチェンマイではこのイーペン祭りとはまた別というか、まあ、実際には一緒に開催されるんですけども、 テイサカンドゥアンイーペンチェンマイというものが開催されます。これは、えー、テイサバナコンチェンマイ、えー、チェンマイ市内ですね、にあります、えー、お寺、まあ。こちらの方で、それぞれロイクラトンにちなんだ、えー、イベント、お祭り等を開催いたします。他にも、えー、メーカー運河。こちらの方でも、えー、イベントが開催されるようです。続いてランパンです。ランパンでは、 11月14、15の2日間、ロン・サパオ・チャ・ウラ・コーンというイベントが開催されます。メインは11月の14日、19時から、えー、ランパンのサンラックムアン、えー、こちらの方にランパンの県知事も参加して儀式を行い、えー、その後20時からパレードが行われるようです。続きまして、ロイクラトン発祥の地と、 言われてますスコータイでは11月の8日から、えー、17日までスコータイの歴史公演の中で、えー、イベントが開催されます、えー。伝統的なショーなどが行われ、まあ、こちらは毎日19時から19時45分で入場料、えー、500, 円あ500バーツ、えー、900バーツ、えー、1200バーツなどとかかるようですが、まあ、このような、えー、ショーも えー、このイベントの中で開催をされるようでございます。続きまして、タークです。タークでは、えー、11月の15日から、えー、18日まで開催されます、えー。場所はピン川沿いのクラトンサイプラザー、こちらの周辺でございます。えー、通常、クラトンというものは最初に申しました通り、バナナの葉っぱで、えー、作られるものなのですが、このタークのクラトンは、 えー、ココナッツの葉っぱで作られるという、えー、ちょっと特殊なものになっています。このイベントの中で最大の目玉は11月15日に行われます。えー、やはりね、こちらも王室を祝う儀式がございます。はい続きまして、カンペンペットでございます。えー、カンペンペットでは11月の7から15まで、えー、タイシリチット公園で、えー、開催がされます。えー、続きまして、 ピッサのロークでございます、えー。ピロークでは11月の13から17まで、えー、南川沿いにありますワイ、ワットプラシー・ラッタナ・マハッタンアートで、えー、イベントが開催をされます、えー。続きまして、タイ、東北部でございます。 台東北で部では、まず、根県で11月の13日から15日まで、えー、シータンフェスティバルというものが開催されます。これは場所が根県ンン大学の校内ということで、まあ、少々根県ンンの街からは、えー、交通がね、アクセスが不便じゃないかなと思いますけども、1万5千以上のランタンと2千人以上の民族衣装のパレード等が行われるようでございます。 えー、続きまして、カーラシンでございます。カーラシンでは11月の14から16ですね。えー、ワットナムキン公園、えー、あとは、えー、ヒンパオ、水上マーケットなどで、えー、開催をされます、えー。ロイエットでございます。ロイエットでは11月の14から15、えー、ここの2日間にソンマーナムという、えー、伝統的なイベントが開催されます。えー14 10日15日、2日ともね、あのショーなどが開催されるようですが、内容を見る限り15日の方がメインとなっているようでございます。最後にスリンでございます。スリンではスリンではなくシーコラプームですね。こちらの方で16、17の2日間、光ととのショーなどを交えたイベントが開催されます。またこのスリンですね。 えロイ・クラトンとは関係ありませんが、えー、スリンの有名な象祭り、今年は11月の14から25まで開催予定と、えー、なっているようでございます。はい、えー、続きまして、東部に移ります。東部、まず、チャチュンソウでございますね。ピンクのガネーシャで有名なワットサマン、えー。こちらで11月の14から えー、24って書かれているのと27までと書かれているものがあるんですけども、まあこの間10日ぐらいですね、えー、イベントが開催されます。で、ここでは、えー、チャチュンサを初の気球に乗ることができるみたいですね。あと世界最大のクラトンなんて書かれてます。もうどのぐらい大きいのかね、えー、ちょっと見てみたいものなんですが、まあそのような、えー、ワットサマンですね。 この時期訪れる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、ぜひご覧になってきてください。えー、そして、ナコンナヨックでございます。えー、ナコンナヨックでは11月の14、15、えー、バンクントン地区でイベントが開催されます。14日の方は、まあ主にボートレースのようで、えー、メイン、 ロイクラトンに関しては15日の方ですね。18時から、まあ、この辺りがメインの、えー、時間となってまいります。えー、続いて、チョンブリーでございます。チョンブリーは、レーム茶番、えー。日本人もたくさん住んでます。シーラチャーの近くですね。レーム茶番で11月の14、15と、えー、開催をされます。えー、そして、えー、南部の、えー、サッタヒープですね。えー、サッタヒープでは、 同じく11月の14、15、まあ。ただしね、サッタヒープといえば、あの海ですね、まあ、ビーチが有名なところなんですけども、そのサッタヒープのビーチ沿いのね、街の方ではなく、えー、ワットカオバエイシー、えー、っとですね、ノンヌット公園のある方ですね。まあ、あちらの方で、えー、アーティストなどのコンサートなどを中心とした、えー、ロイ・クラトンのイベントが開催をされます。 はい。あ、ちなみに先ほどのね、霊夢茶番。えー、夢茶番では、えー、11月のね、14、15と言いましたけども、えー、メインの方はやはり11月の15の方で、えー、20時から、まあ、パフォーマンス等が行われて、20時半から花火大会もあるようですのでね、あの、シーラチャーあたりに、えー、いらっしゃる方はね、この花火大会ご覧いただけるのではないかと思います。はい。そして、えー、チャンタブリでございます。 えー、チャンタブリは、えーは11月の14から、えー、17までチャンタブリー市内の各地、まあ、8カ所ぐらいあるみたいなんですけどね、えー、こちらで、えっと、イベントが開催されるようでございますまあ最もロイクラトンっぽいところといえばね11月の15、16の、えー、ノーンブアウンが周辺で行われるものかと思います、えー、そして続いてね、えー、中部地方に移ります中部地方まず北の方から行きますとロブリーでございます えー、ロップリーでは11月の14、15日、えー、市内のスリロータイロータリーの周辺で開催されます。あの、伝統行事のね、あのー、とかパレードとか行われるみたいですね。えー、続きまして、えー、サラブリーでございます。サラブリーでは、えー、11月の15日、ワッタリンチャンで、えー、伝統ぷよやねパ、パフォーマンスなどの、えー、イベントが開催をされます。 はい、続きまして、プラナコン C、アユッタヤでございます。アユタヤですね、えー。アユタヤでは11月の9から17ですね。えー、アユタヤの、えー、遺跡地区で、各地でですね、まあ、いろんなイベントが開催をされます。えー、その他に、えー、バンパインのワット・サン・ルアンや、えー、ワット・カノン・ヌア、えー、また、えー、ナコン・ルアンの、えー、ワト・テウ、マハラートの、 ルアンプー公園などでも、えー、イベント、えー、ロイクラトンに関するイベントが開催をされます。えー、またね、ああいったの、えー、日本人村ですね。えー、こちらでは、えー、11月の15から17、えー、時間は夕方の16時から20時まで、えー、このロイクラトンのイベントが開催されるということでね、まあ、ここでは日本料理などもね、あのー、出展をするみたいですね。 はいえー、続きまして、ノンタブリーでございます。まあ、ノンタブリーというよりもね、まあ、場所そのままインパクトって言った方が分かりやすいかと思いますけども、まあ、大きな、ね、あの展示場ですね、いろいろなイベント等が開催されるので、訪れた方もいらっしゃるかと思います。えー、その、ね、インパクトの方で、えー、15日から17時まで、えー、時間が16時半から23時までですね、あの壮大な なんかバルーンショーとか開催されるみたいでございます。はい、そしてバンコクでございます。えバンコクでは11月の13から16までですね、えー、シーサンサイナーマホタムローイクラットンというイベントが開催されます。場所はですね、クルンカセーム運河です。えフワランポーンですね、えー、国鉄のクルンテープ駅の隣のところの、えー、運河でございます。えー、こちらでね、 えー、11月の13から16まで、えー、開催をされます。で、ここでは、えー、これまで紹介してきました、えー、チェンマイ、ターク、スコー、タイ、ロイエット、そしてね、これから紹介します、えー、サムスソンクラムなどの、えー、このね、ロイ・クラトンイベントを、えー、模したエリアなどもあるということでね、ここ行くと、まあ、タイ各地のロイ・クラトン、 まあ、模擬体験することができるということで、えー、バンコクにいらっしゃる方はねあの、こちらの方行ってみてはいかがでしょうか。で、えっ、ー、と、イベントとしては11月の13から16まで開催されてるんですけども、えー、ワン、ワンロイクラトン、まあ、つまりロイクラトンの日ということですね。まあ、これで11月の15日、えー、つまりね、まあ、このロイクラトン当日なんですけども、この日の16時から24時という記載がありますので、 おそらくね、この15日の16時から24時の間に行くと、ここでクラトンを流すことができるのではないかなと思います。はい、えー、他に、アイコンサイアームですね。アイコンサイアームでは、11月の15日ですね、えー、と、ショーやコンサートが、えー、行われます。まあ、そしてね、この15日の15時から24時まで、こちらでもね、おそらくクラトンを流すことができるんじゃないかなと思います。そのようなね、ことが書かれてますね。 はい。そして、えー、サムツソンクラームです、えー。サムツソンクラームのアンパワーですね。水上マーケットのあるところでございます。えー、こちらでは、11月の15から17までですね、イベントが、えー、開催されます。あの、メイクローン川に浮かぶ10万基以上のクラトンとか書かれてますのでね。まあ、これ、おそらくものすごくね、美しいものではないかと思います。はい。そして、南部でございます。えー、南部は、まあ、やはりね、 イスラム教の方が多い、せいもあるのかもしれませんけど、まあ南部ではこのネ、ね、ローイクラ島に関するイベントっていうのは非常に少なくなっています。えー、っとね、ちょっと見探してみて出てきたものですね。えー、スラータニー県でございます。サムイ島、パガン島、タオ島ですね。 はいえー、こちらでね、11月15日にロイクラトのイベントが行われるようでございます。そしてプーケットでございます。プーケットのラワイビーチですね。ラワイビーチの、えー、ミックスモールっていうのかな。えー、ここで、えー、11月の15日の18時から23日までロイクラトのイベントが開催されます、えー。南部地方のね、伝統文化の、あのー、伝統芸能ショーなどもね、 開催されるようでございます、はい、以上が、まあ、私がねパッと調べてみた、えー、タイ各地で行われるロイ・クラトンに関するイベントの紹介でございました。で、えー、最初に言いましたとおりこのロイ・クラトンね今、あのー、紹介しましたのは あの、イベントとしてね、お祭り、まあフェスティバルみたいな感じでね、えー、行われるものでございますけど、えー、ロイ・クラトン、えー、このクラトンを流す行いというのはね、もうタイ各地、タイ全土で行われています。まあですからね、あの、今挙げなかったところでも、 あのー、主な街ではね、まあ、例えば川沿いとか池のあるような公園とかね、えー、その辺に、えー、11月15日の、まあ、夕方以降、夜ね、えー、行くと、まあ、タイ人が、地元のね、えー、タイ人の人たちが、えー、クラトと流しているんじゃないかと思います。 で、クラトン流せるような場所であれば、まあ、たいね、そのクラトン売ってる屋台というのが出てると思いますので、えー、この時期、11月15日にね、えー、タイにいらっしゃる方、一度、えー、このね、ローイクラトンに参加して、まあ、タイの伝統文化に触れて、えー、いただきたいと思います。はい、それでは今回の動画はこれで終わらせていただきます。ご覧いただきましてありがとうございました。コックンマーカー、サワディクラー。